どうも、テノールの中井良一です。今回の世界の歌はスペイン語の歌、タイトルをアイアイアイ、かわいいですね、タイトルがね。作曲家は、南米チリの出身のオスマン・ペレス・フェレイレっていう人で、まあ、あの南米はですね、メキシコより南の、いわゆる南アメリカ大陸はですね、ブラジル以外は全部スペイン語なんですよね。で、このペレス・フェレイレはですね、チリ以外でもアルゼンチンとか、あの領主国のスペインなどでも活躍していて、このアイアイアイは音楽の様式としてはですね、アルゼンチンの山奥にあるクジャーナ地方のスタイルをとっているので、まあチリの歌っていうよりかはスペイン語圏で人気がある曲で紹介した方がいいかなと思います。で、そのクジャーナ地方の様式っていうのは、あのスペインの音楽にお詳しい方はね、ホタって聞いたことがあるかなと思うんですけど、まあ、このアイアイアイ、あの収録を聞いてもらえばお分かりのように、前奏のテンポと歌に入った時のテンポがガラッと違うんですよね。で、また間奏になったら速くなって、歌になったらゆっくりとっていう、これが交互に繰り返される形がホタなんですけど、それにすごく似ているクジャーナ地方の音楽様式を採用しています。で、スペインのカンツォーネもですね、スペイン語でカンスヨンって言うんですけど、もイタリア人はじめですね、たくさんのテノール歌手、オペラ歌手があのレパートリーに持っていて、持っている分野で、有名なのはね、グラナダ、それからアマポーラ、この辺はとても有名で、このアイアイアイがその次ぐらいに名前が出るぐらい、スペイン語のカンツォーネでは大変人気もある、演奏回数も多い、曲の一つです。で、この曲はお聞きのように、弱音、特に高い音でこう、音を弱めたり、小さいところから始めて膨らましたりとかっていう、それから長いフレーズですね。ブレスコントロール。この辺がこう見せ場でもあるので、まあ機会があったらやっぱりホールの残響の中でこれ やりたいな、やってみたいなと長年思い続けて、まだ至っていないというところでございます。はい。まあ詩の内容はですね、いわゆるセレナータ。まあ朝歌うのでマッティナータになるんですけど、いわゆるこう、女性の部屋のね、2階にいる女性の部屋の窓辺の下でギターを片手にラブソングを歌うっていう、あのよくあるスタイルなんですけど、セレナータの様式なんですけど、曲がやっぱり今言ったようにこう弱音でこうふっとこう持っていく感じは独特で、主力の一品となっていますね。オペラ歌手っていうのはやっぱり基本的に大きい声、スケールの大きさ、マイクを使わずに大きい会場でよく響き声みたいな方がまずはこう代名詞的な見られ方でいいと思うんですけど、一方で、まあ、あるいは僕なんかこの弱音にこそなんかオペラ歌手の魅力が詰まってるような気も僕はするんですけど、それのこう最たる曲っていうか、もろにそれをこう体現させてくれる曲がこのアイアイアイです。で、この曲と出会ったのはですね、こちらの CD、イタリア人テノールのティート・スキーパっていう人の録音で、まあ、この人はね、第一次大戦と第二次大戦の間に活躍した古い時代のテノールなんですけど、それこそ弱音が本当にこう美しくてキラキラしていてね、銀色の弱音を持ってたみたいな書き方もされてたけど、オペラ歌手としてだけじゃなくて、カンツォーネ歌いとしても大変なんだろう、たくさんのレパートリーを持っていて、特に他のイタリア人歌手と差があるのはスペイン語の曲をたくさん演奏したんですよね。で、ピアノも弾けるけどギターもすごく上手で、ギターを弾きながらスペインのたくさんの曲を、紹介して、後年のテノールのレパートリー
にすごく影響を与えたって意味でも、多大な功績があるテノールでもあります。それこそね、ジュゼッペ・ディステファノとかにつながるカンツォーネ歌いの、なんだろう、源流ともされる、歌手ですね。で、このスキーパで、スキーパの録音でアイアイアイを知って、その後に聞いた、この、同じくイタリア人のテノールのフェルッチョ・タリアディーニ。この人の録音でもう、ああ、やられた。ピアニッシモはこんなにすごいのかっていうのを、なんだろう、イメージ付けてくれた録音がこの CD に入っています。3枚組なんですけどね。で、このフェルッチョ・ダリアビーニはですね、往年のオペラファン、日本人のオペラファンはご存じ、名前知ってる人もいると思います。日本にね、歌いに来てるんです。で、オペラ愛の迷惑っていうのを、東京で歌いまして、合唱団はね、藤原歌劇団の日本人だったんですけど、その主役として来て、で、リサイタルもやったりして、それから東京芸大で公開レッスンなどもやったので、少し長くね、日本に滞在したこともあって、いろんな面を見せてくれたんですけど、またいつか機会があったらね、特集してみたいなと思う歌手なんですよね。僕大学院の修士論文は、このタリアビーニと、ジュゼッペ・ディステファノとパヴァロッティの3人のピアニッシモについての論文を書いたんです。そのぐらい虜になっちゃいましたね。まあ余計様でした。で、最後にその、まあ今日は弱音の話が多いんですけど、ちっちゃい音っていうのから、前も話したかな。オペラ歌手っていうのは うまくいかなくなるんだそうですね。弱音から特に高い音での弱音、それから長い音での弱音が不自由になっていくんだそうです。まあ裏を返すと筋肉をより使うんでしょうね。それが衰えるからこう声が揺れてしまったり、長く伸ばせなくてなくなっちゃって息が短くなったりしてっていうことが起きるんだそうです。で、やっぱり翻ってこのチャンネルを立ち上げた、まあ何回かお話ししましたけど、コロナ禍にあって、なんだろう、完全に元に戻るまでは僕はね、悲観的かもしれないけど、3年か5年、もしかしたらもっともっとかかるかもなと実は思ってるんです。で、予想より早くなればそれ嬉しいんですけど、どうしてもその聞く側のお客さんのね、気持ちが戻るまでは時間を要すと思うので、まあまあ気長に待つしかないんですけど、一方で自分も年を重ねると思うと、今ならできる技術が5年後だともしかしたら揺れちゃうんじゃないかとか、短くなっちゃうんじゃないかっていう、こう勝手な脅迫観念が自分にあるんでしょうね。それで今のうちにアーカイブとしてポートレートとしてこの記録に残しておこうみたいなのがこのチャンネル のモチベーションでもあるんですけど、まあこういう弱音の曲も引き続きこの動画でいろんな曲でご披露していこうかなと思うので、またよかったら、いろんな曲で大きい音じゃない小さい音も、お楽しみいただけたらいいなと思うし、楽しんでもらえるように頑張りたいなと思います。では、次の動画でまたお会いしましょう。